プロデュース48、宮脇さくら、韓国で話題性ランキング1位に。トップ3を日本人練習生が占い。ペル写真イコール Mnet、プロデュース48、がますます話題の中心に浮上している。プロデュース48はテレビ非ドラマ部門で話題の番組1位になり、出演。茶部門でも同番組に出演中の日本人練習生がトップ3にランクインした。主人公は出演者部門で1位を獲得した宮脇さくらだ。日本を代表する練習生という名声には少々及ばない実力を見せたが、スター性を理由に A 評価を受けたとし、わざと高く評価したのではないか、という指摘が多数あった。2位はブラックピンクの、火遊びのカバーダンスと優れた韓国語の実力で話題に、なった高橋ジュリ。3位は自信あふれるステージを見せてくれた松井ジュリナだった。この他、リアルタイム投票ランキングで1位になったイカウン、アフタースクールが話題性部門で8位になり、早くから、デビュー確定メンバーとして注目されているチャンウォニョン、スターシップが17位も順位を上げ、10位になった。非ドラマ部門で話題になった番組としては、練習生たちの初のランキング評価を、いった Mnet、プロデュース48が先週に続き、1位をキープした。特に最初のセンターだった宮脇さくらが A を受けたことがネット上で議論になった。そのためか 18.44% という圧倒的な占有率で、2位を獲得した番組と約4倍以上の差をつけた。2位を獲得した MBC、私は一人で暮らす、4.26% は、2年ぶりに新曲を発売し活動。と再開したサイモン D が出演し、本源とすべての欲求を変えた日常生活を公開した。サイモン D の木版、食べる放送、から率直な話まで共感と楽しさを同時に届けたと評価され、レギュラー出演を要請する視聴者の意見も多数あった。サイモン D は、プロデュース48の練習生3人に続き、話題の人物4位になった。当調査はテレビ話題性分析機関、グッドデータコーポレーションが6月18日から6月24日まで、放送中あるいは放送予定のドラマを除く番組193本。の出演者など1582人に対するネットユーザーの反応をネットニュースやブログ、コミュニティ、SNS、動画の反応などを基に分析し発表した結果だ。日韓アイドル市場に大きな違い、プロデュース48、成功なるか。話題性&視聴率は快調な。スタート、プロデュース48、初回放送から熱い関心、非ドラマ部門の話題性1位に。